はい。大和ピュアラブです。手越く君が結婚を考えた女性は、エイベックス松浦正人会長の愛人だった。手越く君は、このことがきっかけでチャラオということをお伝えしていきたいと思います。手越く君が結婚を考えた女性は、エイベックスの 松浦正人会長の愛人だったということが週刊文春に書かれていました。その女性とは、AAA の伊藤千明さんではないかと言われています。こちらが伊藤千明さんです。週刊文春によると、ダンサー兼歌手、 2005年はまだ売れていなかったこと、小柄な体型などが合致しているようです。松浦会長の愛人と過去に報じられているのは、ドラマ M でもおなじみの浜崎あゆみさん、鈴木あみさん、香原智美もみさん、AAA の伊藤千明さん、 ガールネクストドアのチサさん、後藤真希さん、沢尻エリカさん、アムロナミエさん、などが報じられています。手越くんと伊藤千明さんは、毎日電話をして、週末はディズニーランドに泊りがけの旅行をして、お互いの両親にも紹介する仲だったそうです。 海の家に手越くんと伊藤千明さんの二人で来ていたという目撃談もありました。しかし、実は伊藤千明さんは ABEX の松浦正人会長の愛人だったそうです。手越くんは松浦正人会長から、てめえ、人の女に手を出してどういうことだと、 同活されたそうです。松浦会長は元横浜連合の総長なので、手越くんはすっかりビビってしまったそうです。伊藤千明さんは松浦会長に手越くんにストーカーをされていただけと説明したようです。この信じていた女性からの裏切りを経験したことで手越くんは 女性を信じることができなくなり、一途な恋を捨てて、ワンナイトラブに終始するチャラオ遊び人となったのです。手越くんのチャラオ変貌の裏には、信じていた女性からの裏切りという悲しい事実があったのです。伊藤千明さんは、その後、ABEX の提携企業で、キャバクラの インソーグループ、アパレルブランドのマーク・スタイラー、武田レナさんなどが所属する芸能プロダクションのトラスターを経営する社長の江藤健二さんと結婚されています。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。